おい、ゆうたけです。近況、もういつの間にかランク72までだいぶやりました。この2月上旬ぐらいにね、だいぶやってね、で腕前いろいろ落ちて上がりつつも落ちて、なんか全体的に1回ずつ落ちたんだけど、その腕前の犠牲の代わりにギアがね、この3つ完全に揃える喜びを知ってしまって、サブ性のアップ、スーパージャンプ、時間短縮とか、サブインク効率アップもね、あと少しで揃いそうなのがいっぱいあるんだけど、ギアパワーが足りず、あれ、ギアパワーだっけ、あ、ギアパワーか。今頑張ってサブ集めたり、あとイカジャンプも集めて、このね、こういう復活とかは全然使ってないよね。これ99以上あんのかな、99でもういっぱいなんのかなっていう、もうだいぶやりまくってました。感度マイナス 3.5 ですね、ジャイロ。なんか自分で何にしてるかよく覚えてないけど、これなんかサブアカと違う気がするまあそんな雑な自分だけど、とりあえずガチホコやろうかな。今の時間帯のガチホコが一番落ちてね、多分3回ぐらい落ちちゃってマイナス15ぐらいになったと思う。そのうち1回は2時間のうちにマイナス10やらかしたいやー本当にね、調子悪い時はすぐやめようっていうのが、あの富士壺のガチホコが本当にハイパープレッサーで守護神ができないまんやらかしちゃって、だいぶ落ちました。ちゃんとハイパープレッサーで守護神できるステージは勝率割といいんだけどって、マッチングしねえ頑張ってダラダラ喋ってたのに。はい、いや飛び級はなかなかやっぱしないっすね。一回マイナス5を食らって、そっからちょっと練習しただけですぐプラス5とかになったことはあるんだけど、純粋な飛び級はできないレベルで、まあギアを揃えつつやっとります。あ、ちょ眠い、やばい、ちょっと待って、困った時のハイパープレッシャー守護神と行こうと思ったけど、近づいてるんだよな、なんか、あれ、やらかした、どこのスプラッシュボム、ここ意外とノックアウトしないかな、超直線なんだよね。そう、最近直線のステージが増えて、あのんびりしてた、直線のステージがすごい増えてハイパーブレッサーがやりやすくなった。チャージャーもリッターとかが活躍できるようになったイメージあります。ちょっと何もしてないけど、あれもうなんでこんな地雷から始まるかな。あれ、ナイスリード、全然見どころのないチャージャーだったからカット多めでお送りした、多分今ねギアがすごい、ほらキル数相手の方が上だし、断然ギアがすごいいい感じ。さあどうなる、おお、これはいいんじゃない。いやホッコリサブギアがつきやすいっていうブランドで、あのサブのかけら集めまくってたんだけど、ちょっとこれはさすがに取れないな。ホッコリーがねもうないんだよね。ほらだいぶ、ほらこんなこんなレアなホッコリーもあるし、いやー揃いに揃っちゃったな。
お金はね、あのクッキーだっけあの増えやすいやつ、今経験値アップの残り7ってなってるけど、それ全部使って、お金のやつも全部使ってだいぶ貯めました。ガチホコ、この推定パワー、そういえば自分2200ぐらいまで、全員光ってるし、全員光ってるし、2200ぐらいまでが今んとこ最高な気がします。いくつぐらいまであるんだろうね。開幕ニアリー、そしてあーこれダメ、これ無理、これ無理、助けて誰か。あー待って、スクイックリンにやられるかお、全滅入ったんじゃない。ジャンプ、あれ意外といいとこでやられとる。ちょ待って、今マイクにぶつかった。いや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 、よう飛ぶわ帰っちゃったよ。そっか、マニューバー系は避けられるからみんな飛ぶのか。安定の歩行、破壊、守り強いからね。うんうん、危なっ。いやーだー、ちょっとスペシャルを大切にする動きなんで自分すごい引き気味だけど、このカウントはまだ全然大丈夫。あれ、基本左の方がいいんだよね、このステージ。おおお、チャンス、ナイス、ラッキー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 。まあまあまあ、今のはゴリ押しでいいでしょう。飛んじゃおう、ワンチャン。あんまり意味がない気がする。やば。てかスクイックリンってすごいな。自分単射ってのチャージャーなんか全く活かせない、活かせないから使えない。まずいです。こういうのやだ。スペシャルがたまんない。本気の時は逆境つけるんだけど、今逆境つけてないから。塗っていかないと。はい。あれ。あ、近っ近っ、うわマジか、めっちゃめっちゃ来てる。これ油断したら一気にやられるやつ来てるかも。いや、この超前取りはチャージャーにとってはスペシャルがたまるからありがたいんだけど、あまり味方があれだとちょっとやばいか。
さすが強い。マジか、危ない。助かった。失った。ああ、それは高い。やばい。スペシャルがたまんないよ。怖。間違えた。うわー、やっちゃった。味方頑張って。おー、ナイス。ああ。いや、逆境のありがたみが今めっちゃ分かった。普段ならもっとサクサクハイパープレッサーなんだけど、なかなかたまんなかった。アイロニックのブランドはスーパージャンプで、あ、サブだ。これ今スティック何も入力してない状態なんだけど、 BGM ちょっと高いっしょこれ。スティックがね、若干本当もう死んでるっていう、勝手に左上ぐらいかなに入力される状態が。なんかもうコントローラーがやばい。多分今放置してたら若干左に動くと思うんだけど、ちょっと1秒放置します。マジやばい。コントローラー買おっかな。あー、左だ、ほら。この動きやばいね。もうちょっとやりすぎた。最近でも割とマシになってたんだけど、何のカモンだ。倒せない。まあ最初は無理でしょ、ハイパープレッサーで。あ、死んだ。お、耐えた、ハイパープレッサーを。頑張ってる。あー、お、強いぞこの歩行。強い、全滅してる。ゴール。何もしてねー。まあこういう回もありつつ、味方運が良くない回は逆境でひたすらハイパープレッサーを打ち続け、歩行を守るっていう感じでやればそれなりにいけると思うんだけど、なんかやらかした時があって、ガチホコの腕前が今低い。アサリはね、普通にチャージャーきつい方だから、そもそも上がりにくい。